はい、竹内です。こんにちは、こんばんはということで、えー、ファンタジーステークスの番外編予想なんですが、まあ、その前にちょっとね、JBC やらかしましたね。全レース外れた上にですね、あの、クラシックですね。はい、単勝2倍以内の馬2頭いるレースで、2頭本命にするっていうことが多分人生初だったんですけど、それで2頭ともね、あの、2着にも入れないってね、あの、ツイッターの方にも書きましたけど、これはもう、 なんでしょう。人前に予想を出している、えー、出しているということをしている。はい。中で、うん、絶対に多分、ね、競馬って何が起こるかわからないとは言っても、やっていい予想と悪い予想がありますよね。これも大反省です。はい。一生、あの、この先どんなね、あの、高額配当また、あの、YouTube の方で当てたとて、一生反省して生きていこうと思ってます。はい。 さあ、えー、ファンタジーステークスなんですが、まあ、オッズも割れそうでね、ちょっと読めないとこありますけれども、気になるあワイドラトゥール、えハンドで52.4秒、15.4、12.8、12.2、12.0とね、えー、姉妹11秒台スレスレのラップでの仕上げとなりました。藤原9社なんで、えー、52秒台以下で単走だったらね、あの、まあ、ある程度変えるというか、成績もいいですから、はい、えー、いい調教パターンですからね、プラスの評価をしたいと思います。新馬戦ではうちを回した馬が割と上位になる中でね、まあ、中ほどから突き抜けて0 4差の圧勝 ということで、えー、任した馬の上位がまあ、明日明後日の出走なんでねそれを見届けてから買うことができないのがちょっと辛いとこですがまあ少なくとも新馬戦は あの、圧勝してて、してるから当たり前なんですけど、一番強い勝ち方で、え、きっちり圧勝したなと。恵まれてるわけでもなくと。そんなようなね、印象でしたね。で、その時起乗していた吉田隼人騎手が、今回はですね、貧品の方に乗るということで、はい、北村騎手にね、乗り換わりになりますけど、まあ、心配はないんじゃないですかね。 では、その悲品なんですけどね。はい。坂井騎手から吉田隼人騎手へ乗り換わると、天乗りになるわけなんですが。まあ、あの、チンバ名のシンバ勝ちということでね、結構話題にもなりました。多分、ヤフーニュースとかにもなった気がしますけど。はい。まあ、競馬内容も上々だったと思いますが、えー、新潟2歳ステークスはね、余裕たっぷりに見えていたんですけど、全く伸びずという結果で、左回りがダメなのかね、ラがあるタイプなのかはまだわかりませんけど、 一個ね、あの、特徴として今んところあるのが、新馬戦があの、ウッド姉妹早めで反路菅井旧車の構成的パターンだったと。で、前走は反論は多い切りだったんで、ずれるんですよね。だからあの、構成的パターンの時は、新馬戦は勝ってるんですよ。で、今回も反論なんで、ここで負けると、えー、勝ったレース新馬戦イコール旧車の構想パターン調教だったっていう式が生まれてくるので、まあ、今回ちょっと僕は、あの、比品買いませんけど、 うん、ここでまあ仮に暴走してくれたとして、で人気なくなって、えー、菅井級者の勝負調教、えー、成績のいい好調教パターンに戻った時に、あの馬券的にチャンスだなっていうふうに思うので、はい。先々が気になるまですね。 で、まあ、その批品を送り出す菅井旧社、なんと三頭出しなんですが、クイックバイオとテラメリタもいるということになっておりますが、えー、まあ、個人的にクイックバイオが一番気になりますかね。えー、販路路調教ではあるんですけど、前走よりね、タイムも良くて、前走気業ステークスを勝利しているので、まあ、問題ないと思います。旧社のあの、得意調教のパターンではないですが、 はい。一番のパターンではないですけど、まあ前走結果出しているのでいいんじゃないかなというところですね。あと、テラメリタに関してはまだ良くなるまで時間かかりそうだなと思うんですけどね。走りっぷりとか見てると。ただ、あの、新馬戦のね、逃げと、逃げて圧勝はまあ素質も感じるところだったっていうのが、まあ本音ですし。 うん前走黒ーバーションもね、負けましたけど、上がりは3位だったりもしました。ちょっと真面目に走ってない感じなんでね、真面目に走ってくれればなっていうタイプの馬だと思いますが、反路でね、とても綺麗な、えー、加速ラップを今回刻んでいます。53.4秒 14.、14.9 13.、13.8 12.、12.4、12.3。はい、えー、いい感じですね。で、これあの、テラメリタね、それ以前は反路できそんなにあの、いい加速ラップを出してなくて、これが、あの、最初の、 まあ、あの生涯最初のっていうかキャリア最初のいい時計なので、まあ、こういう時計出してるんだから、まあ、精神面の成長がちょっと出てきてたとしてもおかしくないなと思いますし、はい、だとしたら面白い馬だなと思いますね。 で、えー、っと、一番気になってるのがね、ドナベティですね。はい。えー、函館デビューで札幌2戦という戦歴で、で、新馬戦とスズラン賞を勝利している二勝馬になるわけなんですが、まあ、夏が終わってね、さて、えー、どんな状況で、まあ、この京都開催出てくるのかなっていうふうに見てたんですけど、早速ね、あの、矢作休車らしい、えー、ハロ三53.0秒、えー、で、しまいにハロン12秒台まとめの加速ラップ、まあ、お得意のタイムとラップの仕上げで参戦ということになりました。 うんで、前走不利があっても、まあ、勝利しましたしね、一度り下げちゃいましたけど、対応できたし、力ある馬だなと思います。入れ込んでてもね、あんまり気にならないというか、ちゃんと結果も残しているので、そこも問題ないですしね。うん。で、入れ込んでる姿とかが、あの、パドックとかで映って嫌われるなら嫌われてほしいなというような感じですかね。で、最内に入りました、まあ、先行も前走のような指す競馬もできますので、あの、うん、そうですね。まあ、あの、性格が正確なんで、ポンと言って、もう、 ちょっと一波の長いかもしんないですけど、思い切って行かせるのも面白いかなと思いますが、前走みたいなね、競馬の形ですよね。だから前走不利を受けたことで、ああいう競馬になったので、それがね、今回、あの、点に早い馬も多いですから、で、最打ちなので、前走不利受けてよかったんじゃないかなっていうね、そういう、あの、シチュエーションですかね、今回のね、え、最打ちっていうのが、そこでプラスになる可能性、前走不利を受けていることがプラスになる可能性も結構あるかなと思いますね、はい。 うん。で、まあ11月になって、まあちょっとあの、まだ気温がね、昼が夏日とかになっちゃってるんで、あれなんですけどね、そろそろあの、お鍋のシーズンもやってくるということでね、はい、土鍋ティー、やっぱり名前に土鍋がついてますからね、気になっちゃいますね。やっぱ、土鍋でね、あの、鍋の端っこに味噌塗ってね、味噌おでんとかね、そろそろやりたいなーっていうふうに思うんですけど、昼ね、あの、食材の買い出しに行くとあまりの暑さにですね、ちょっとそれをやる気はなくなるんですよね。 今日この辺も7度ぐらいあったかな、車の中だとまだ普通にね、頭くらくらするぐらい、昼暑いですからね。はい、まあそんなことはいいとして、ファンタジーステークス、えー、ドナベティ本命でワイドラトゥール対抗にしました、クイックバイオで紹介してませんけどね、えー、シカゴスティング。 はい、これも気になってます。あと、ビューロマジックですね。これ、調教の方で気になりました。で、テラメリタ入れてという感じで、えー、まあ、割と熱くんじゃないかなということで、単幅で、えー、ドナベティの単幅が買いたいなと思っております。はい。で、でえ生まれんで、ドナベティ、ワイドラトゥール軸で、そこからまあ、普通に流すという感じですかね。3連複かドナベティの、えー、ワイドラトゥールクイックバイオを2列目、3列目に残り全部というような形で買ってみたいなと思っております。 はい、そんな感じでお届けしました。ぜひね、チャンネル登録とかね、高評価とかして応援していただけたら嬉しいです。えー、競馬本調子やってます、竹内です。はい、竹内がお届けしている竹つべというチャンネルになっております。えー、風もね、ほぼ完全復活ですね。はい、なんですけど、一本前にも言いましたけど、あの、家族が風邪をひき始めたので、明日、あの、うちの母ちゃんがね、あの、うちにヘルプに来てくれるっていうことで、どうしてもあの、開催中とかね、開催前日は作業があるので、 うーん僕が、あの、なかなかリビングで子供の面倒とか見たりできないんでね、平日はまだできますけどね。はい。えー、母ちゃんのサポートを得てですね、明日はちょっと競馬にしっかり時間使おうかなと思っておりますが、えっ、ー、と、そうですね。あの、今日、まあ、JBC は全然ダメでした。で、えっ、ー、と、ブリーダーズカップの方の予想もね、事前にアップしてるんですけど、まあ、ブリーダーズカップは、あの、日曜日の朝早くからということで、 うん。なかなか起きてリアルタイムで見れない方も多いと思いますし、まあ僕もね、見ないかもしんないですね。馬券だけ買っといて、もう起きてからレース、あの、リプレイ見るみたいなね、そういう感じにするかもしれませんね。うん。 そっからねちょっと一日予定が競馬も午後やんなきゃいけないし午前も予定詰まってるしでちょっと大変なので、はい、ただ予想はしておいたのであのまま僕は買いますからねはいまあ、別に乗ってくれとは言いませんし、えー、JBC があんな結果だったんでそんなことね口が裂けても言えませんけど、まあ、予想はアップしてますよという感じですはいうんでその JBC ですよねあの岩田未来機種ねあのー、まずですね JBC レディスクラシックライオットガールに騎乗予定だったんですけど、まあ、事故との発表ですね で、えー、乗り換わりになってしまいましたと、はい。うん、何ですかね、これね。えー、要するに遅刻したってことでいいんですかね。で、機種としての注意をね、あ注意義務を怠ったので、あの、機上停止になってるんですよね。11月6日なのかとね。まあ別にそんなところ機上停止されても別に文句問題ないでしょうけど。はい。で、機上停止になって、あ遅刻して、えー、馬に、ライオット代わりに乗れずに、えー、機上停止にもなって、 で、その次の JBC スプリントに乗ってダン、えー、ダンシングプリンス騎乗してスタート直後に落馬したので、うん。だからレディスクラシック遅刻して乗れなくて、いやあの次のレース1秒で落馬してるんでね。ほんともう災難ですよね。結構ね、あの、まあ、災難というか、まあうん、その自業自得の部分もあるのかもしれませんけど、 このね、大事ななんか秋の時期、秋の秋シーズンと言うんでしょうかね。この時期に何やっちゃってるのかなっていうね、感じにはなってしまいましたね。あと、ま、怪我とかの情報はまだちょっとよくわからないんですけど、怪我なければいいですね。うん。 大丈夫なんですかね結構あの痛そうにね起き上がれないっていうようなね感じになっていたんでどうなのかなとは思うんですけれども、はい、まあまあでもまあ人間ね遅刻ぐらいありますからねそんなにあの皆さんあのネットとかであのあんまり責めずにはい <laughs> 本当にね遅刻したぐらいでねあの今の時代下手したら殺害予告とか出てしまいますけどねそこまで行ってしまうとちょっとあのあまりにもねあのやりすぎというかあのそのなんだろうそのそれをやってしまった側が絶対損するので。 はい手請求とかしたら今もう簡単ですからね、そんなんであの捕まったら、なかなか、ね、やっぱね、あの恥ずかしいですからね、えー、例えばお勤め先であったり、ご家族がいたりとかね、友達とかにそれがばれてしまった時に、お前、何やってんだよっていう感じになっちゃうので、まあ、そういうことはしないようにね、まあ、冷静に、冷静にということで、まあ、あの大けがしたりとかあのしなくてよかったなと。うん え、で、落語もしました。で、まあ、僕が買ってたら、あの、本命の竜のゆきな思いっきりあの、ダンシングプリンスね、カラウマにあの、邪魔されましたけど、うん、もうちょっと下手したら、大事故にもなりかねないようなシーンだったので、そういうことがなくてよかったなーっていうふうに、まあ、競馬ファンとしては思っておくのが一番なのではないでしょうか、というね。はい、そんな感じでございました。ということで、今回の動画はですね、えー、っと、何でしたっけね、えー、ファンタジーステークスの番外編予想をお届けいたしました。ということで、竹内でした。バイバイ。